はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。フライドチキン作りたいけどスパイスとか詳しくないから味付けがよくわからない、そんな人もいますよね。今日はスーパーでいいもの見つけました。それでは早速やっていきましょう。今日用意したものはこちらです。こちらは SB 食品株式会社のシーズニングスパイスシリーズです。マスタードチキン、タコスシーズニング、ガーリックシュリンプ、アンチョビポテト、タンドリーチキンを用意しました。今回用意したもの以外にもかなりの種類の料理が展開されています。スーパーなどでスパイスコーナーで見かけたことある人もきっと多いですよね。作りたい料理に合わせたスパイスが調合されていて、あとは必要な具材を用意して簡単調理を行えば本格的な世界各国のスパイス料理が楽しめます。自分はスパイスを大量に用意していますが、例えばちょっとだけ魚の香草焼きを食べたいって時に、いざ必要なスパイスを全部用意しようとすると意外とお金がかかります。頻繁に料理をする人ならスパイスを活用できますが、あまり普段料理をしない人は大量にスパイスを買っても持て余すだけです。そういった場面でこのような調合されたシーズニングスパイスはとても便利です。今日はこちらのシーズニングスパイスを使ってどれで作るフライドチキンが一番美味しいのかを検証します。すべて2袋入っていて2回楽しめる仕様になっています。こういった調味料の難点は、一度作って満足して次回なかなか作らないで気がついたら賞味期限が切れているっていうのが自分がよくやる失敗です。なので一袋目は指定の料理を作って、二袋目は別な使い方ができると飽きずに早く消費もできそうです。それぞれ袋から出してみましょう。まずはマスタードチキンです。見た目はマスタードパウダーのようなふわふわ質感です。次はタコスシーズニングです。チリパウダーっぽさがありますね。次はガーリックシュリンプです。粒の大きさがまばらで、先ほどまでの2つに比べて大きめです。お次はアンチョビポテトです。こちらはさらに粒が大きめでザラザラとしてます。最後はタンドリーチキンです。こちらはカレー粉っぽいですね。それぞれ並べてみるとシーズニングスパイスといっても様々ですね。入っているグラム数はスパイスの種類などによっても違うようです。それぞれどんな味か味見をしてみましょう。まずはマスタードチキンです。辛さよりも酸味がありますね。後からピリッと辛さもあります。チキン用なのでフライドチキンには合いそうです。お次はタコスシーズニングです。これは完全にタコスミートの味です。これだけで本格的な味付けになります。クミンとかの香りがいいですね。これもフライドチキンに合いそうです。お次はガーリックシュリンプです。うん、これは間違いないです。絶対にフライドチキンに合います。ニンニクのパンチがいいアクセントになってます。お次はアンチョビポテトです。これは塩気が少し強めですね。この魚介の旨味が鶏肉と相乗効果を生みそうです。最後はタンドリーチキンです。言わずもがな、合わないわけがありません。これはどのシーズニングにも期待が持てます。それでは早速フライドチキンを作っていきます。まずはボウルに鶏ももを入れて、下味として塩コショウを振ります。ボウルに小麦粉を入れ、まずはマスタードチキンのシーズニングを入れます。お次はタコスシーズニングです。同様に他のシーズニングも小麦粉と混ぜていきます。今回番外編として俺の塩でも作ってみましょう。衣の小麦粉とシーズニングを混ぜ終わったら、下味をつけた鶏肉に衣をつけていきます。それぞれ衣をまぶしていきます。まぶし終わるとこんな感じです。画面向かって左からマスタードチキン、タコスシーズニング、ガーリックシュリンプ、アンチョビポテト、タンドリーチキンです。若干スパイスの色で違いがありますね。それでは1種類ずつ油で揚げていきます。味が混ざらないようにその都度油は変えて新しいもので揚げていきます。どんな味に仕上がるのか楽しみですね。揚がったら取り出しておきます。すべて並べるとこんな感じです。同じ揚げ時間と温度ですが、スパイスによっても揚がり方の色が違いますね。それでは早速食べ比べてみましょう。いただきます。今回番外編として揚げた俺の塩バージョンです。まずはマスタードチキンです。味見をした時のマスタードっぽさが半減してます。味はかなり薄めでぼやけています。今回公平な判断をするために同じ量で小麦粉と配合してます。もう少し多く入れるとかしたら味もしっかりとつきそうです。お次はタコスシーズニングです。これが見た目にはスパイシーそうです。うん、これはかなり当たりな気がします。フライドチキンとして成立してます。
コンビニのホットスナックとかで食べたことあるような味わいです。お次はガーリックシュリンプです。勝手な予想でこれが一番美味しそうと予想しましたが正解です。この味付けとチキンもバッチリ合います。味もしっかりとついています。ニンニクのパンチがチキンと相性抜群です。お次はアンチョビポテトです。シーズニング単体だとアンチョビの塩気を強く感じましたがフライドチキンにしたことでアンチョビっぽい強めの塩気は抑えられています。アンチョビのコクがうまくプラスされていて旨味があります。お次はタンドリーチキンです。こだわった唐揚げって感じがします。居酒屋とかで味付けの違う唐揚げのラインナップにいそうです。最後は俺の塩です。こうやって食べ比べてみると俺の塩はハーブ感強めでブラックペッパーのパンチがあります。ちょっとケンタッキーっぽさがあるかもしれません。今回用意したシーズニングだと一番フライドチキンに合うのは個人的にはガーリックシュリンプですかね。他のシーズニングでもいろいろ試してみたくなりますね。もし皆さんの余った調味料のアレンジ方法とかあればぜひ教えてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。シーズニングスパイスの活用の仕方いかがでしたか。こういったお手軽調味料をきっかけにスパイスを揃えていくのも楽しいですね。自分たちは群馬県を中心にホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるのでもし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。新しく東京豊島区 JR 駒込駅北口から走って1分の場所にホルモン島田駒込店をオープンしたのでそちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。